拠点が分かれるとこんなにも分からんのか内情が。ブレーキかけないかんかな。自分でこう痛い目を見て育っていく方が、会社が二分しそうだな。言わないかんことは一緒やんか。嫌になってくる。悔しくなってくる。悔しい。じゃあお疲れ様。あ、お疲れ様です。お疲れ様です。どうですか、東京行ってみて。自分で行きたいって言って行った場所なんで、楽しく働くことは全然できてるなっていうのもあるし、うん、東京の市場ならではの課題みたいなことだったりとか、うん、それもちょっと聞きたいっちゃけど、その市場の違いとかお客さんの違いとか、市場とかみたいにいくと採用面で結構感じることは結構多くて、なんかうちでクリエイターとしてやりたいって起きた人は、完全に僕の印象ですけど、うん、大阪だったらまだトゥモローゲートを知ってくれている段階で来てくれてると思ってるんですよ、うん、東京だったら A 社 B 社トゥモローゲート横に並んでトゥモローゲートがあるみたいなところで来るので、その中でどうやって引っ張っていくかみたいなこととかは今後考えなきゃいけないなみたいなことも。なるほどね。その辺は俺らは営業やけんさ、採用の面でも自分たちをどう伝えるかみたいなところは得意とする部分があるけどさ、はい、確かにデザイナーとかクリエイターがそれを伝えようと思ったら、なかなか表現どうするよとか何伝えるよって結構悩ましいとかもしれない、うん、そうですね。でも逆に俺らみたいな採用の仕方したらクリエイター来やろ。そうですね。そうして言うな。いや一瞬距離ができて、なんか騙されんじゃないかなみたいな感じで多分、うん、おいおい騙されんじゃないかなってない。構えると思うんですよ、クリエイターとしては。クリエイターはクリエイターっぽい雰囲気を出しながら自分のクリエイティブ愛を伝えるみたいなところは絶対そのままでいいと思うんだけど、うん、それでも会社の魅力を伝えるっていう部分ではある面で営業的なエッセンスとか、ね、どう会社を一言で伝えるかみたいなところは制作チーム持っててもいいのかもなってちょっと思う部分でもある、うん。今制作で4人、まあ、僕含めて東京にはいて、それぞれの視点とかでもうちょっと語れると拾ってくれる人も増えるなっていうのもなんか思うんですよね。今期ミネさんとかソフィーとかがリーダーになってきているので、その辺がまあ引っ張ってきたらもうちょっといろいろ器が広がるなっていうのをなんか感じてるっていうのがありますね、うん、なるほど。メンバーどうなの、チームみたいな状態は。みんなそれぞれキャリアを持ってうちでそれなりの年数重ねてやってきてるんで、やりにくいっていうこととかはないんですよ、うん、リーダーとしてっていうか、うん、後輩が戦略企画部のメンバーになってくる。はいはい、そうね、そうね。でその中でみんながどうやってリードしていけばいいのかなとか、なんかすごい思う感じですね、うん、なんか大阪だったら後輩で同じ部署でいるみたいなことで、ね、なんか技術を教えたりとかみたいなのは結構あるんですけど、うん、じゃあその戦略企画の後輩のまあ新卒とかだったりとかどうやって引っ張っていくかみたいな、うん、ちょっと部署をまたぐみたいな感じなので、そこはどうやってなんか育つかなみたいなのありますね、うん、あんま気にせんでいいよ。戦記とか衣装制作だからとかやり方が違うなんてそんなことねえけ、うん、言わないかんことは一緒やんか。技術面を教えるっていうことがないだけで、今言わないといけないことが変わるわけではないからさ。多分ヨッシーが若いメンバー見てて気になったことって会社として必要なことなんで、そこあんまりなんか戦記と制作分けんでもいいのかなと思うけどね。そもそもそのさ、生態が違うやん。プロデューサー職のこと、制作チームのこと、若手でもやっぱり戦記感があるやん、はい、そこで悩ましいなっていうのは分かる気がする、はい。無理にさ、若手メンバーも引っ張って会社作りをするっていうよりも、会社作りのあり方を伝えている先輩たちがいるっていう状態だけでも十分いいと思うけどね、うん、こういうふうにやらないかんよを体現してくれてる先輩たちがいたら、俺らもこうせないかんのやって思いが芽生えてきた時が多分次の教えるっていうステージかなと思うけど、うん、やっぱ環境は人育てるなっていうのはもうまざまざと見せつけられた感じはするわ、東京支社のメンバー見てて、うん、はい、でも逆に言うと東京支社見ててやっぱ難しいなと思ったのは俺の目線から見てもあってさ、拠点が分かれるとこんなにも分からんのか内情がっていう、はい、これはむちゃくちゃ感じる。最初の勢いとしてはさ、もう作りたてやけん、ほんまに独自のやり方でそれがモチベーションになるから、いろいろチャレンジしてみたらいいよっていうので、今でももちろんそれは応援してるんやけど、1年2年経って結構色が出てきた時に色の修正とかちょっと調整を加えないといけないなっていうのは見てても感じる部分があるんで、これ悪いわけじゃないとよ。ただこのままずっと続くと会社が二分しそうだなって思うようなことはある。ここをちょっとずつ軌道修正しながら、結局ワンチームね、俺たちのこのビジョンマップ始まりのトゥモローゲートの文化みたいなところが根っこには絶対両方とも持っとかないかんけど、うん、その文化のズレが起きそうな時にはちょっとブレーキかけないかんかなっていうのは、うん、行ってみてあこんな感じなんやって思ったりもするし、うん、そこはやっぱ近くにおらんと分からん部分はあるなと思ってさ。逆にこう可能性として感じたとこってみたいな、純平さんなんかあるんですか、拠点があることによっての。
まあ、それはでも先に話したことよ。拠点があるからぐんぐん成長していく、何にもないからこそやらないといけない意識がみんな高い。そこは結構大きいよね。あとは採用の応募の具合が全然変わった。関東近郊からの応募が東京支社出す前と出した後じゃ全然違うから、それはやっぱり拠点があって、あ、東京でも働けるのかもって思える安心感みたいなものが採用よりもすごい大きなポイントになるんだろうなと思って。え、もうサブマネになって何年？3年ぐらいだと思います。3年やね、はい、マネジメント感みたいなのも変わった？ちょっと変わってきてますかね。昔はどうやった？これ本当最近なんですけど、ちょっと前までは任せることを結構やってたことはあるんですよ。ちょっと前までは、はいはい、どっちかというとメンバーが不安になったりとか、ちょっと怪我するみたいなあたりぐらいまで任せるっていう感じでやってたんですよ。メンバーにとっては経験になる、自分でなんかこう痛い目を見て育っていく方がちゃんとこう筋肉になっていくというか大事やね、みたいな方向で考えてやってたんですよね。でその結果3年経ってある程度デザインだったりとかディレクターだったりとか一人でこう仕事を進めてきてる人は増えた。ただ一方で任せすぎていた結果、自分が今まで培ってきた企画力とか、コピーとかをボンって見せる機会がなかったんですよ、やる前は自分やってたんですけど、そういうのをもうちょっと見せていかなきゃいけないなと思い始めたのがここ半年ぐらい。なんかあったんですよ、具体的に。そこを見せてないことへの弊害とか、みんながこう企画出してきて、TG 企画みたいなのをやるじゃないですか、あんまこう認定される企画が出てこない、通るものをこう見せてなかったなっていう。もうそんなん教えれる？よし、超ホームランバッター型やん。ほんまにノリに乗った時バッカスかホームランくせに。全然興味のない仕事ほんまにやっつけてやるやん。ホームランすらやらなくなってたんですよ。どっちかというとこうジャッジするっていうか、ホームランをどっかで欲しく自分もなるし、それ自分のエゴもあるの？自分のエゴもありますね。大事大事。それぐらいになったらクリエイター終わりやで。そうですね。それを東京行ってもう一回呼び起こしされた感じはちょっと。今言った通りだと思うわ。マネージャーがピンポイントでこいつすげえなと思わせることができたら潮目が変わるのよ、ガラッと。俺は今現場やらんけんさ、俺からどげんこう現場の仕事のことを言われてもメンバーからしたら、いやお前やってないやんなよ。最近はちょっと体勢変えてきて少し現場に出るようになって一緒に案件やるようになったりとかしたら、こんな感じでこの人仕事するんやっていうのがメンバー伝わったりとか、例えばこの間の JSC とか営業展開一部とかみたいな、この人意外とちゃんとしてるんやなっていうところが見せられると全然見る目が違うというか、ヨッシーがエゴの目分でもホームラン打ちたいっていうのもあるし、それはマネジメントにおいてもむちゃくちゃ重要な要素なんかもしれんね。それをやれてまうっていう。ドラゴンボールでさ、ゴテンとトランクスが悟空初めて出てきた時に、こいつほんまに強いのかみたいな疑っちゃったけど、スーパーサイズ3になった瞬間にはいって言った、はい、あると一緒やねんって、はい、なんかちょっとヨッシーもなんか何考えてるのかわからないクリエイターおじさんから担当マネージャーっていう感じがクリエイター感しかないやん。変なこと考えてそうっていうブランドを自分で守ってたもんね。それがちょっとまともなこと言ってるっていう、俺感動するで。その辺の意識があったからマネージャーやったし、でもそれがなんかより一層強くなっとる感じするけどね、東京行ってから。これは個人の感情ですけど、負けたくないなってなんか思うようになったんですよ。それは自分に、他者に、それとも自社内で。他者と自分っていうところが大きいですね。周りのやっぱ一線走ってる人にこう会ってきたりする中で、僕らがあんまり認知されてないってことがなんか嫌になってくる、悔しくなってくるっていう。悔しい悔しい。認知させてもらえるような実績だったりとか語れるものとかが自分出てきたら、まあそれが会社のものとしてこう語られてくるっていうことになってきて、採用の面でもなんかさっき3社並んでる中で自分たちの会社が前に出るとか、そういうところに持っていけるなって。やっていきたいね、はい。俺らも最近東京行ってクリエイティブの一線でやってる会社の経営者さんとかって話すけど、これもちろんコンサルももっと伸びないからし、クリエイティブの分野でも悔しいなって思う。だからバカにされたことないよ、すげえ面白いことやってますねって言ってるんやけれども、最近どんなことやられたんですかのスケールがでかいわけよ、うわマジかみたいな、これは悔しいよねって思う。周りの一線でやってる人の仕事はその会社のクレジット見なくても、あ、ここはやったんだろうなってなんとなく分かるっていうのがあるんですよ、あ、これトゥモローゲットやったんだろうなってなんか分かるぐらいのところで認識してもらえるレベル感でっていうか、やっていきたいなっていうのがすごいありますけど、ね、今年ファンにとっていやでも本当にねそこぐらいまでいかないと。そのためにもそういう話題性のある案件を俺ら取ってくるけん、それを形にするのは制作チームで頼みます。ちなみに K さんはなんで見守るマネージメントなんですか？自分が多分そう育てられたからと思いますけどね。自由にやらせてみてというか、それがもう本当に明らかに怪我するなだったら止めるんですけど、進めるところはもう進めてもらって
で、その人が本当に求めてきた時に答えるっていう段階の方がちょうどいいかなって、うん、もう今のまさに真理やで、人が成長する時に求めてへんやつにどんだけ水注いだっちゃ水吸わへんから、パンパンのスポンジに水どんだけ注いでもジャバジャバやけ、ね、うん、カラッカラに乾いたスペースにね、はい、ちょっと水したらジュワッてなるやん、うん、あれを作らないかんね、求めてるっていう大事や。心情としては見守って、本来だと言いたいけどちょっと黙ってるみたいな感じなんですか。言ってあげたい気持ちはあれど黙ってますね。本人からアクセスするまでってのは自分の中で決めてやってたってところなんですね。俺そこ若干違うもん、やり方。俺は見てたら絶対言うてまうから見ない。お客さんに迷惑かけたらいかんから、メンバーが怪我するかどうかはむしろ怪我せえと思ってるから、ほんまに怪我すると分かっとっても怪我せえ怪我せえと思ってる。怪我したとしてもお客さんに迷惑かけない手綱だけ握ってるっていう、うん、絶対にここだけは担保するっていう、うん、そんな感じかな。性格かもね、うん、俺そんな見てて黙るとかできない。ハテンさんってこれまでの経歴的には結構ハードモードな上司の方多いイメージなんですよ。けど結構優しい教育見守るって意味で言うと、あでも見守るでも厳しいっていうか、トゥモローゲートはちゃんとフィードバックをこうしてくれるってあるじゃないですか。例えばフィードバックあんまないんですよ。客案例えばパーッとバーッと見て刺さなかったらもうパンってちょっとやり直しこう感じで、また見てるみたいな感じの中のなんか見守るというか感じなんですよね。そういう面ではなんかハードモードみたいなところはちょっとあるかもしれないですね。羊の皮をかぶった狼やで優しそうに見えて実は一番厳しいことやってるからね。今回はマネジメントがまた全然違うお二人を組み合わせて話をしてみたらどんな会話が生まれるのかを撮影させていただきました。結構自由に喋りよったけど大丈夫なんです。マネジメント関係ない話もいっぱいしたけど、あ大丈夫です、大丈夫です、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ごちそうさん、ちゃんと一杯飲み干したわ。俺こうやってね、おまけの一言までちゃんと考えて言う。プロじゃないですか。おまけ使われがちなんです。そうそう、はい、この辺おまけの空気感やなと思ったらなんか言わんと今日何もないじゃんってソフィーに思われてるのが嫌。おまけ見てソフィーは東京で純平さんって言ってると思います。拾ってくださいね。